隊、子供に笑顔をくる会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テラコ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキングテラコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにある、ローマ人日記、沖縄から真実を全世界に発信するチャンネルさくら沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。さて、今夜のこの番組、もうね夏休みの最後の日で、今頃一生懸命子どもの宿題を仕上げてるお父さんお母さんもいらっしゃるかとは思いますが、ぜひぜひあのこの沖縄の未来、日本の未来を考えるためにも少しだけお耳に貸していただけると嬉しいかなと思っております。さて今夜の、私の番組の、ナイスなアシスタントをご紹介します。最初に海エラさんでございます。こんばんは。あ、こんばんは。はい、そしてもう一方、最近は、チャンネルさくらの水島社長に間違えられたと、喜んでおりますズケちゃんでございます。こんばんは。こんばんは。ちょっと一言いいですか。はい、どうぞ。はい、いきます。沖縄左翼からあの方言しゃべれみっていうふうに聞かれましたら、こう答えてください。この道は車のアッカール道やいびん、道に難関かい似てにならんど、今すぐ反対かいどかれ、どからんと、あ、どからんで日中る、おじおば、一部泣いちゃめしゃあのあの、泣いちゃ、聞くことが長いな。あの機動隊警察が今から勝ち見て、名古屋あの農園会竹川さんの。はい、以上です。覚えきれてないと思うよ今ラジオ聞いてる人大半が。あ、もう今日タクシーの運転手さんなんかポカーンとして一言が異常に長いな。なんか HK さんに似てきてましたね。大変な、なんか似てきましたね。そして今夜はですね、先日、北朝鮮が北海道の上を飛び越してミサイルを撃ち込んでおります。そういった中で、J アラートも鳴ってですね、まさに、現代の空襲警報かなと思うような状況に、至りました。そういった中で有事の際には我々は何をすればいいのか、そういったことをきちんとやっぱり聞くために、元航空自衛官、現在那覇市議の大山孝夫さんをお招きいたしております。大山さん、こんばんは。はい、こんばんは。今日も大山でございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今夜はこの楽しい4名で50分生放送でお送りいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。皆様改めまして、こんばんは。当番組、メインパーソナリティの、ボギーテレコンでございます。先日はね、本当皆さんの朝っぱらから、もう臨時ニュースが流れて本当にびっくりしたかと思いますけど、北朝鮮がですね、全く予告なしに、この日本、この北海道の上を飛び越して、ミサイルをこの北太平洋に打ち込んだということで、大変な騒ぎになりました。当然ながら、こういったことは本来許されるべきことではありません。なぜかと言いますと、この北朝鮮のミサイルが着弾した、海域には、たくさんの漁船の方が操業していましたし、ちょうどこのミサイルが落ちたところのすぐ近くに航空機の空路も通ってるんですよね。
でこれ万が一何かあると、まあ、民間のそういった航空機や漁船に被害が出た可能性もある。まあ、本来であればあの実験っていうんであれば前もってですねきちんと何月何日何時頃、統計何々、なんだなんだってきちんとしたデータを出して北緯何度統計何度っていうことでデータを出してそこにはあの立ち入らないようにっていうことで前もって警告するのが、まあ、これはあの慣例になっているんですけどそういったこともなしに、まあ、ミサイルを撃ち込んだと。でこれねあの私聞いてておかしいと思ったのはもうそっちゅうメディアが飛翔体飛翔体と言ってるんですけどなんかね堂々とね高さん言えないんですかねミサイルってね、飛翔体っていう言葉があの一般的に認知されてるかといったら決してそうじゃないと思うんですね。あの飛翔体よりもミサイルの方があの一般的な認知度はかなり高いと思うのになんであのわざわざ分かりにくいあの報道する報道の仕方をするのかが疑問ですね。あのメディアでしたらもうなるべく分かりやすく報道しなければいけないのにそれと逆行してしまっているのが非常に疑問ですね。はい、私もちょっとおかしいなと思いましたけど、まあ、でも沖縄のメディアはこういった北朝鮮 の、 このミサイル発射よりは、九州でこのオスプレイが不時着したことがすごい気になるみたいでそっちゅうこのことばっかり報道してましたけどね。 あとあの麻生財務大臣があの動機はどうであってもヒトラーは良くないって言った発言にもなんか噛みついてましたね。あのミサイルのことをそっちに置いといてだから、はい、おかしいんですよこの日本のメディアっていうのはね。本来やっぱりきちんと報道すべき部分をから国民の関心をそらしているようにしか私見えたりしないんですけど、いやでもズケちゃんこの朝っぱらからミサイル発射のあれはちょっとドキドキしましたね。はい、あそうですね、ちょっと自分はちょっと7時頃に起きていきなりこのなんかニュースで見てミサイル飛んできたのとちょっと自分 の、 あの携帯の J アラートみたいのは鳴ってないからなとびっくりして、でこの J アラートって調べてみるとちょっと楽天 SIM とか格安 SIM とかではならないようなっていうのもあったんで、うん、皆さんちょっと J アラートヤフーアプリとかそういったものからちょっと取れるらしいんでこれは必ずちょっと入れておくようにしておいてください。ちょっとこれはぜひお願いします。はい、ズケちゃんありがとうございます。まあ、J アラートなんて横文字でかっこよく言ってますけど簡単に言えば空襲警報ですよね、はい、現代のね、まあ昔のだから昔は空襲警報って言ってたのが J アラートっていうスマートな言葉になってるだけで、まあ、いわゆるそのような危険な国がすぐ隣にあるっていうことを我々やっぱり国民はきちんと認識しないといけないと思うんですけど、まあ、ここでまた航空自衛官元航空自衛官の大山さんにまあお尋ねしますけど、はい、今回この北朝鮮が日本の上空をかすめて、ミサイル撃ち込んだその意図っていうのは何だと思いますかね。そうですね、まあグアムの方向ではないっていうのが一番大きなところですけども、はい、ただミサイルを撃つ能力はあるよというのを、まあ、見せるというのが彼らの目的ではなかったのかなというふうに思います。まあ、はい、ちょっとこれもですねなかなか聞かないとわからないところもありますけども、まあ日本にとっては決していいことではないなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。いやでも本当に一般市民からすると寝耳に水でね全く何の兆候もなかったもんですから、はい、本当にみんなびっくりしたと思うんですけど特に北海道の上、はい、梅原さんなんか北海道出身じゃないですか。そうですね、自分のふるさとの上をあんな飛んでいくっていうのはどんな気持ちですか。まあ、自分は、今度はかなり北海道の近くに落ちたなっていう実感がありますね。実はあの19年前にもちょうど今ぐらいの時期だったんですけども、うん、北朝鮮が撃ち込んだテポドンミサイルが三陸沖に落ちたっていうことがありまして、実はそのテポドンミサイルが飛んでいた頃、まあ、自分は千歳発羽田行きの飛行機に乗っていて、これ下手したら、まあ、ミサイルとニアミスもあったかなというふうに思ったので、これ非常に恐ろしい思いをした記憶があるんですね。その19年前の記憶もあって、まあ、今回さらに北海道に近づいている、しかもミサイルが落ちたところがさらに陸地に近くなっているということもありまして、これもし、
まあ、普通あの飛行機とミサイル の, あの飛行の高さ、航空の高さは全然違っていて、まあ、ミサイルは高度1万メートルぐらいで、飛行機はあの10万メートルぐらいなんですけども、その飛行機が例えば北陸のどこかの空港に着陸しなければいけなかったっていう時には、その高度が下がっていくわけですから、もう本当にこれ決して今回のミサイルについては、まあ、何も被害がなかったと言っても決して一言ではないなというふうに思いますね。はい、まあ、実はこの日本をかすめて上を通っていったミサイルって今まで5回ぐらいあるらしいんですけどね。つい最近もあの北海道で NHK のカメラに映ってる、落ちていくミサイルが映ってたりする映像があったんですけど、あれ見ると本当にすぐ近くに来てるなっていう感じがするんですけどね。5回というと少ないようなイメージもありますよね。もう今回ちょっと本当にミサイル撃ち込まれたのが最近の出来事だったということと、それから日本の上を飛んでいったということもありまして、はい、まあ、これあの大山さん、やっぱりこの自衛隊とか米軍というのはもうこれ発射した時点から探知してるもんなんですかね。はい、ですね、結論から言うと言えませんと機密ですあのいうのがあるんですけども、まあ、あの撃った後にですね、ある程度どこに飛びそうっていうのは実際は分かります。それはもちろん誤差は大きいですけども、うん、まあ、それに応じて、まあ、弾道破壊命令ですかね、出ていれば、まあ、それに対応するといったところになっております。まあ、今回はこの日本上空を通過した高度が500キロということで、かなり高いところ飛んでますよね。そうですね、もう衛星とかそれよりもなんか上みたいですね。ちょっと私も高さの方まではっきり、やってないんですけども、そういうことということであります。はい、まあ、ただ今回は前回と違ってはロフテッド弾道というもっと高いところを、はい、あの上げる弾道ではなかったということで、まあ、到達距離が、まあ、実際の性能の半分ぐらいではないかというふうに今取り沙汰されてますけど、はい、まあ、確かに今回この北海道の上をかすめてそのまんま、ロフテッド弾道のまんま飛んでった場合にはその先にはハワイがやっぱりあったわけですからね。まあそうですね。ただあの軌道も実際にあそこを狙った軌、まあ、ハワイだともうちょっと北らしいんですけども、実際に、まあ、あそこを狙ってあそこを落としたのか違うところを狙ってあそこを落としたのか、これは北朝鮮しか知らないので。そうですよね。そう思うと非常にまあ怖いし、まあ、冒頭にあったあの J アラートの機能というのが非常に大切かなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。いや、しかし本当にこの民間人、私たち一般市民からするとああいうのが空から飛んできたらね、もうどうしようかと思うんですけど、今回のこの J アラートも、日本をかすめる3分前に通知が行ってるんですよね。まあ、要はすぐに緊急地震速報みたいなもんで。そうですね、はい、この流れにつきましてはですね、はい、総務省の方のホームページにあるんですけども、はい、まあ、総務省の伝達システムを使って、あとは市町村それから地方公共団体とかに、まあ、設置してる例えば、まあ、スピーカーだったりとか、あとは テレビまたその携帯とかいうようなもので、行うというふうになっております。で、まあ、先ほどですねちょっと、まあ、話があったんですけども、J アラートシステムについては空襲警報という話もありましたけど、実はですね J アラートについては二十数個のですねもので使うというのが実はありまして、例えば弾道ミサイル情報でももちろん使いますし、あとはデリラテロとか、あとは国民保護とか、あと津波噴火、これでも実は J アラートっていうのを活用されるので、なのでまあ空襲警報だけかっていうと、そうでもないです。今回についてはその意味合いが強かったものの、だから噴火して J アラートが鳴ったらミサイルが飛んでくるわけではないですね、なくてということがありますので、まあ、しっかりとしてですねメディアがその辺を放送してくれませんので、うん、J アラートが鳴ったか鳴らないかとか、はい、その地下がないのにどうするんだっていうことではなくて、まあ、そもそもがこのその一般市民の方に知ってもらうということがもともとの目的だっていうのを、まあ、皆さんその感じていただきたいなと思うところでございます。はい、ありがとうございます。
いやしかし私たち、ね、この発射するのもニュースでしか分からないですからね、J アラートと、はい、でもこの J アラートが、こういったミサイルだけではなく、津波とか地震とかいわゆる大きな災害が起きる可能性の時にもなるんであれば、それはやっぱりちょっと空襲警報っていうのに当たらんなっていうのを思ったんですけどね。いやでも今回のはまあたまたま本当に飛び越えていったんですけど、北朝鮮のミサイルの性能自体が本当に日本製みたいに信用できるかってそうじゃないですからね。そうですね、これが極端な話、日本を牽制しようとして海に落とそうとしたのが間違って都心のど真ん中に落ちたとかですよ。まあ、精度がわからないので、はい、でなる可能性もあるとなると、やっぱりこの J アラートだったりいろんなところでこの国民保護計画に基づく訓練とかですね、やっていかないとこれはちょっといけないなというふうには思いますね。そうですね、はい、そうです。特に今回あの北朝鮮のミサイル発射で、あの北海道の鉄道側も本当に一時的なんですけども、まあ、運転を取りやめて、すぐあの復旧したらしいんですけども、あの鉄道が運転を取りやめたということもありますので、まあ、こういった訓練はかなり必要性高いと思いますね。まあ、それで、まあ、私たちもこのじゃあ J アラートという言葉だけではなくてですね、何をしないといけないかとかどうするのかっていうのをそれぞれが考えることがやっぱり一番大事であって、まあ、特に今はスマホとかパソコンありますので、この内閣官房国民保護ポータルサイトっていうところですよ。ほう。でそこに行くとですね、あの各種さまざまなあの PDF があります。でそこに冊子になるものもありますので、ぜひこの冊子もですね、まあ、災害が起きてからプリントアウトするのは難しいので、事前にまあ持っておくということが、大事なのかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。いやしかしそういったのがあるなんて一般の人全然分かんないですよね。そうですね、はい、もうちょっとあの J アラートについて広めていく必要があると思いますし、はい、あとさっき、スマホの中には J アラートが鳴らない機種もあるっていう話があったんですけども、まあ、スマホ持ってない人のために、例えばあのテレビ、家のテレビ今もうドコモ地上デジタルなので、あの J アラートが鳴るときはもう J アラートということでテレビがついて、そこで J アラートが流れるという、そういったシステムを備える必要があるかもしれないですね。それいいアイデアですよね、はい、特にテレビなんかは自動的に電源が入ってね、あの警報を鳴らすっていうのがあってもいいかななんて思うんですけどね。こういったのは別に J アラートだけじゃなくて緊急地震速報でも必要になると思いますけど、そうですね、あと自分がちょっと危惧しているのは、まあ、今回あの、まあ、沖縄各地で防災訓練っていうのはいろいろね、まあ、自治体によって全くやらないところもあれば、ね、一生懸命やってるところもありますけど、はい、こういったあのミサイル落下についての訓練というのはほとんど皆無だと思うんですよ。そうですね、まあ、いくつかやっている自治体がありまして、はい、確か国民保護のポータルサイトのところにこの町はやりましたよというようなものはあのありはするんですよね、はい。まあ、その中で見ますとですね、秋田県、これなんて由利本荘市かな、あと兵庫県西宮市、北海道滝川市、岩見沢市、ああ岩見沢石川県輪島市、熊本県上、天草市っていうところでは訓練をしてるみたいです。沖縄は一箇所も入ってないですか？沖縄は入ってないですね。多分ね、多分革新系とか平和団体の人たちは、はい、そういった訓練をするとミサイルが飛んでくるって言いそうですよね。そうですね、はい、だってそうですよね、自衛隊があるから戦争になるとかね、意味わからんこと言ってますよね、はいはい。あと、まあ、どっかの有名人みたいには J ラートで起こすんじゃないとか言い出しそうですよね、結構。そう、なんかこれね、まあ、ネット見てない人あんまりわかんないと思うんですけど、中にはこの今回の北朝鮮のミサイルは安倍政権が自分の支持率を上げるために北朝鮮に指示をして撃たしたということを言ってる人もいるんですよ。いわゆる革新系の人たちですね。この人たち本当に頭ねじ曲がってないかなと思うんですけど、ここで私県民の皆さんに問いたいのは、今回のこの、ね、北朝鮮の、まあ、挑発行為に対して沖縄の革新政党オール沖縄平和団体人権団体どこ一つ抗議声明出してないですよね。
だって沖さよに至っては自衛隊、あ、こんな、ね、ミサイル飛んできてるのに米軍に反対してワーワーやってますからね。そうですね、取り囲む施設がちょっと違うのかもしれないですね。そうですよ、プレイだけには過敏反応するのに、なんでこの核弾道ミサイルにだんまりスルーっていうのは、これちょっと有事なんですけどみたいなものなんですが、いや、これなんで海枝さん、沖縄の平和団体とか革新政党は北朝鮮のこういった挑発行為にだんまりしてるんですかね。あの向こうの将軍様のことだったら、まあ、何やってもいいというふうに思ってるんでしょうね。だってあの毎年1月に那覇市内であの向こうの将軍様の誕生日会を祝う会とかやってるぐらいですから、もう向こうの将軍様があの自分たちにとっては神様だというふうに思っていますから、なかなか非難はできないんでしょうね、北朝鮮を。これもあの沖縄県民がもうまず知らない事実なんですけど、毎年1月に、まあ、いわゆる沖縄の、まあ、革新の政治家とか、ね、労働組合のトップとか、はい、そしてあと沖縄のいわゆるオール沖縄に属している政治家の先生たちがお集まりになって、キム・ジョン北朝鮮の今黒電話って言われてますよね。ネットではなんか黒電話って言われてますけど、ズケちゃんがあの髪型したら私すごいあっぱれだと思ってるんですけど、ね、テレフォンヘッドはさすがにちょっとあの北朝鮮の将軍様の誕生会をやって万世してるんですよね。あれってどう考えても私おかしいと思うんですよ。だって平和を訴える人たちが、ね、平和を乱してミサイル作って核爆弾作ってる国のトップを崇めてるんですよ。これ沖縄県民誰も知らない、ほとんど知らないと思う。ネットをやってる人たちの一部は知ってますけど、これ最初知った時にズケちゃんどう思いました？はい、いや、 やっぱりちょっとこのちょっとあの鳥肌が立つような事態なんですが、でも普通そのことをあの、まあ、友達とかその、ね、会社の人に話しても、いや、それは冗談でしょうというふうにしか捉えてくれないっていう、ちょっと残念な現実はありますんで、ね、これはみんなにやっぱりちょっと広めてください、ぜひ。はい、はい、ありがとうございます。さて、あの実際ね、このミサイル、まあ、沖縄の、まあ、離島の近くをかすめて飛んでったことも実際あるんですけど、まあ、よく私県外に行くとあの地下鉄乗るんですよ。はい、地下鉄に乗りますと結構深いところまで降りていくもんですから、特にあの永田町駅に至ってはもう何回も地下に入っていくんですよね、うん、これってもしかして駅というよりはシェルターだなと思ったりもしたんですけど、まあ、沖縄にはそういったものが全くないわけなんですよ。で、これ大山さんにちょっといろいろ県民に対してアドバイスをいただきたいんですけど、まあ県外のようにですね、地下鉄のようなところがない沖縄では、はい、万が一ですね、そういった有事になって何かが空から落ちてきた場合、例えばミサイルですね、はいはい、こちら例としてミサイルを挙げますけど、ミサイルが落ちてきた場合、私たち一般市民はどのようにしたらよろしいんですかね。そうですね、まずはあの速やかな退避行動と生活かつ迅速な情報収集、まあ、情報収集もなかなか難しいところありますので、まずはじゃ あの屋外にいる場合、例えば今タクシーとか車乗ってる方だったら、もう近くの建物にとりあえず車止めて入った方がいいですよね。もしくは、まあ、トンネルとかあるであれば、しかただしミサイルが来るまで例えば 1,2 分とか、もしかしたら 3,4 分ある場合もあるとは思いますけども、それは状況によって変わりますので、まあ、とりあえずミサイル鳴ってミサイルどこだって探してもまず見えませんから、やっぱり見えないもん、見えないで、もうその時は遠いので、もうマッハいくつで来るかわからないようなミサイルでありますので、まあ、弾道にもよっていろいろ変わるんですけども、それだったらまあ近くの、ショッピングモールでもいいし中に入ると、あとはまあ建物がない場合についてはですね、もう身を伏せるというところでですね、まあ何でかというとですね、これ建物の中にいる場合については窓から離れるとかあるんですけども、はいはい、まずミサイルが落ちてきた時に先に例えば生物兵器がついているのか、それとも今核の小型化成功という核なのかとか、まあ、いろいろものありますけども、まず地面につくなり上で爆発した時に爆風が
ってたりですね、はい、あのまあそうすると今度石が飛んできたりコンクリート飛んできたり、はいはい、そのミサイルそものこうボルトとかナッタが飛んできたりっていうふうになるんですよ、うん、まあ要するにこの台風の暴風みたいなもんですよね。何が飛んでくるかわからない。そうなった時にやっぱ伏せて自分の身をやっぱ低くする、でその被害の受ける面積を少なくすると、はい、言ったところがまあ一番大事かなと、うんうん、あとはですね、建物の中にいた場合については窓から離れてください。これについてはあのガラスが割れた場合についてはそれがもう刺さってくるんですよ。なので、まあ、ガラスから離れると、で離れない場合については、まあ、例えば、まあ、机をこう横にしてこう避難するとか、そういったことはあやってもらわないといけないかなと思います。で今回はその地下に逃げてくださいって言って地下ねえよっていう人がいたとは思うんですけども、これは地下に行きなさいということではなくて、そういった情報を本当は事前に知ってて、本当は J アラートだけミサイルが飛んでくる可能性がありますっていう情報を取った時に、じゃあ自分はどの行動をするのかっていうのを実は事前にやっとかないといけなかった、うんうんうん、まあ、これをやるのは誰かっていうとですね、自衛隊でも、まあ、沖縄でいうと米軍でもなくて、実は地方自治体、つまり県とか市が市町村がやらないという、これも全国もそうなんですけども、やらないといけないといったところがありますので、まあ、これはもう可及的速やかにですね、まあ、やる必要があるのかなというふうには思ってます、うんうん、まあ、でも沖縄の、ね、自治体結構いわゆる、まあ、オール沖縄革新系の人たちが多くて、まあ、こういったあの訓練をするだけで戦争につながるとかね、軍歌の音がするとか、はい、そういうふうに言ってくる可能性がやっぱりありますよね、高さんね、まあ、このミサイルの訓練にしてもそれがあの災害訓練にも役立つっていうところは非常に多いと思うんですよね、なのにそれを生かせばいいのに、なんかの戦争がどうのこうの、オスプレイがどうのこうの言って、もう何らかの言っての訓練に難癖をつけてくるのであれば、もう本当自分がですね、もし万が一あのミサイルが撃ってきた時に、まあ、ミサイルに当たってしまって犠牲になっても文句は言えないと思いますね。まあ、この革新系の人たちと話をしたことあるんですけど、まあ、彼らの頭の中ってすごい面白いんですよ。例えば中国の件について話をすると、あの中国は琉球の友達だから琉球には絶対に攻めてこないって言うんですよ。面白いですよね。じゃあ尖閣はどうなの？そう聞いたんですよ。いや、ね、お母さん、あのじゃあ尖閣来てるけどあれどうなのって言ったら、私はそれは分からないと。分かってるくせに分からない。で中にはあのいわゆる琉球独立おばさんのようにですよ、尖閣はもともと中国のもんだったっていう人もいるんですよ、沖縄の人の中にね。で中には沖縄も中国のもんだったっていう人いるんですよ。いやこれってね、どうですか沖縄県民の皆さん、本当にそう思いますかね。でもそこで履き違えてもらったの困るのは、あのこの沖縄が琉球王国時代仲良くしていた中国と今の中共は全く別物なんですよ。今は中国って言わない、中国共産党なんですよ今はね、はい、共産党、まあ、どっかで聞いた名前ですけど香ばしいですね、はい、ですから当時の中国と今の中共は全く別物だから、ね、郷愁を感じたりシンパシー感じたって全く関係のない国になっちゃってるんですよね。であとあの大山さん、例えばもう飛んでくるのが全く見えないと、はい、で近くでドーンとやった時の対応っていうのはもう伏せてください。伏せる。で伏せて頭を押さえて、あとまあバックが来たら鼓膜とかある。できればちょっと耳守れればですね、守ったりとか、あとは体の圧力かけない、上げないためにこう口を開けるとか、まあいろいろありますけども、はい、もうとりあえず考える前に伏せる。伏せる。もう変な話ですね。こんなこと言ったら問題になるかもしれませんけども、はい、当たるときは当たるんじゃないですか。でその直撃したらもう伏せるとかもそんなのないかもしれませんけども、いかにそのリスクをどんどん減らすかってなると、もう伏せて風と物が飛んでくるから逃げるというのとかがもういいと思います。まあ、例えばタクシーの方だったらもう近くなければ後ろの後部座席の間に入るとか、
あれトランクって中から開けれるんですかね。できません。あ、じゃあトランクはやめた方がいいですね、はい、じゃ あの後部座席のところにこの足置くところにこうスポッと入ってしまって、頭をこう、だいたいタクシーでこう座布団とかありますよね。あります。その座布団頭かぶせるとか、まあそういったようなそのちょっと自分が工夫をするっていうのがとっても大事じゃないですかね。はい。あ、でもちょっと聞いていいですか、この、はい、もしあの逆にこの本当に核であの黒い雨とかが降ったら、この黒い雨っていうのは結局放射性物質含んでるじゃないですか、まあ、それもあの気をつけた方がいいとか、そのあるんですか。そうですね、すみません、核はですね、私ちょっと専門外のがありますけども、はい、まあ、とりあえずそのまあそういうふうなものにも触れないというところも第一なので、もう本当建物の中の頑丈なところに逃げるっていうのがやっぱり一番根本なのかなと、はい、で一番実はそういう時に、まあ、ミサイルもそうですけど怖いのはパニックなんですよ。パニックっていうのは病気みたいにこのインフルエンザで伝染しますので、その時にキャーって言ったりするとこの人が将棋倒しになったりとか、あとはそのドケドケって押して骨折するとか圧死をするとかいうのもありますので、ゆっくり急ぐっていうのが、はい、あの非常に大切なものになるのかなというふうに思いますね、まあ、ゆっくり急ぐわけですね。ゆっくり急ぐです、はい、いやでも本当にちょっとね、もうこの前の実はこのミサイルが飛んでくる前の日の晩に、はい、私夢見たんですよ。でどんな夢かというと、あの那覇の町のど真ん中にいてですよ、ふと上を見るとあのなんか天が見えたんですよね。で天が見えて、それがどん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 大きくなってきたら、なんと大きなビルが空から落ちてくるんですよ。と思っているうちに、あのだいぶ離れたところに落ちて、すごい衝撃があったんです、ドーンと。で自分何したかというと、すぐあの近くにあった建物の影にすぐ隠れたんですよ。もう落ちてあのバラバラなの見ないですぐ走って逃げたんですけど、変な夢見たなと思ったら翌日これでしょ、びっくりしましたよ、うんうん、はい、やっぱりそういったね、あの普段からやっぱり今大山さんがいろいろありましたけど、まあ、基本的に、まあ、頑丈な建物の中に入る、で窓には絶対に近づかないと。で不意に大きな音がした場合、これはあのミサイルだけではなくガス爆発とかね、あのいろんなあのテロとかそういったのでも、あの大きな音がしたらもうすぐ伏せると。アメリカでこれ当たり前にやってるんですよね。そうですね、伏せて落ち着いたと思ったらもう走る、そう逃げると、まずは伏せるんですよね。その場から逃げるっていうのも大事ですね、はいはい、まさか革新系の人たちは伏せる訓練をするだけで戦争になるとか言うんじゃないでしょうね。いやいや、道路で伏せてるのはなんか写真で、いやなんか道路に最近寝転がって伏せっていうか仰向けになってる写真いっぱいありますけどね。あの人たち実践してるんでしょうね、まさか梅原さんね、まさか、まあ、いやすごいと思いますよ、まあ、ただこの一番大事なのはやっぱりその国民とか市民としてはその自分の守り方なんですけども、やっぱり一番はですね、まあ、外交はあの国の専権事項でありまして、地方自治体はもう保護、はい、国民保護をやると、国はしっかりとあの外交をしてもらうっていうのがやっぱり一番重要なところでありますので。そうですよね、やっぱここ国は何やってんだじゃなくて、私たちは私たちでできることをするのが命を守る、はい、命ずる宝でございますから、はいはい、だからまあジョン・F・ケネディの言葉があって、あの国が我々に何をしてくれるのかを期待するのではなく、我々が国のために何ができるのかを考えるべきだという話があったんですよ。ですからあの何でもかんでも国がではなくてですね、やっぱり自分たちが普段できることはあのきちんとやっぱり実践をしていくっていうことが私は必要だし、でこういった万が一の時にあの今本当に大山さん大事なこと言ったんですよ。あのそういった警報とか鳴った時には窓から離れるとか建物の中に避難するとか、あと不意に大きな音がするともうすぐ伏せてくださいとか、こういったね基本的なことすらやっぱり分かってない人たちが沖縄にはいっぱいいますし、それを考えるだけで戦争になると思っている人たちもやっぱりいるわけなんですよね。だからはっきり言います、あの額に9という数字をマジックで書いたところでね、ミサイルは避けてくれませんので、
やはりこういったことが起きないようにどうしたら、ね、どうすればこういったことが起きないようにするのかといえば、やはりきちんと抑止力っていうのを整備していくべきだと私は思うんですよ。で、抑止力っていうとすぐね、革新系の人たちは日本がね、また軍事国家になるつもりだろうとかね、右翼だとか言うんだけど、違うんですよ。簡単に言えば喧嘩しないで済ませられる力をつけないといけない。だからヒョロヒョロの体よりはがっちりね、筋肉マンムキムキにしてた方がやっぱりいいわけなんですよね。ですから抑止力っていうのは、私は相手に襲われない力、戦わずに済ませられる力っていうふうに私は表現してますけど、まあ、そういったことを今後日本というのはきちんとやっぱり整備をしていく。そして今の日本では専守防衛じゃないですか。専守防衛、そうですね。そうじゃなくて、日本に対してね、こういう撃ってくる国があればその国もね、痛い目に遭うよっていう、いわゆる敵地攻撃能力っていうのもね、きちんとやっぱり私は今後やこれはね、どん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 政治家の方々が検討をして、やっぱり実現をしていくべきだというふうに思ってますよ、はい。だって自分の国は自分で守るっていうのがこれ基本じゃないですか。いつまでも米軍にね、おんぶに抱っこっていうわけにいかないと思うんですよ。もうそろそろこの我が国もですね、自分の国は自分で守るっていう、そういった方向に舵を切るべきだというふうに私は、まあ、思っています。この話を大山さんに振るとまたいろいろ問題発言だって言われそうなので私が代わりに喋ってます。いやいや、多分私の代わりにですね、喋ってくれる人は多分まあいるとは思いますけども、まあ、皆さんの、まあ、ご記憶にあると思いますけど、まあ、トラストミーって言ってた人もですね、いらっしゃいましたね。最後はいましたね。抑止力が分かったということをおっしゃった方もいますので、さんです。まあ、特にお名前は出しませんけども、トラストミーさんもですね、やっぱり抑止力っていうのはやっぱり、ね、はい、ダメダメっていうのは最低でも県外っていうのはやっぱ無理だと、まあ、時の人が言いましたので、はい、それはそうだなと。ただこのままこの沖縄においてこの基地がそのままここにいていいのかどうなのかっていうのはまた別の話でありますけども、今のこの現状、尖閣の問題もあります、ミサイルの問題もあります。その中で、まあ、米軍が一気にゼロになっていいのかとなると、もうこれも非常に難しいと。私の気持ちも米軍じゃなくて自衛隊でしっかりと、自衛隊だけで守りたいという気持ちは非常に元自衛官としてはありますので、はい、ただその中でいくと、予算の話だったり人の話だったりとか、たくさんの話がある中で、まあ、これも次第にですね、政治というものでしっかりと解決していかないといけないなというふうに思います。はい、ありがとうございます。早速メッセージが届いております。はい、いつものメッセージですね、オフィスさんからありがとうございます。ボギーさん、大山先生、ズケちゃん、それからお笑いコーディネーターの海エラさんそしてフーターズへ取り舵いっぱいと、左へ舵を切ったら病院に到着しちゃった変態風作品 A さん、こんばんは。今日は多分ロムしてると思いますんでね関東のオフィスです。まずは日本ワールドカップ出場おめでとうございます。 おめでとうございます。1点目を見ました、はい。変態工作員 A さん、今日も聞いていますか。松葉杖の具合はどうですか。股間は絶好調です何しとんねん。まさか左旋回して使用不能ではないですよねとまた元気で正しい HK 変態美声を聞かせてくださいさて、先日の北海道上空を通過した北朝鮮のミサイル問題、本日琉球湖ピースネットのフェイスブックを覗いてみたら、某小西さんがとんでもないことを書いていました。最後の部分を引用します。この朝鮮ミサイル問題解決には、今や日米朝の国交正常化、矢印朝鮮戦争の休戦条約を平和条約締結へとする道以外にはないということ、このための世論作り運動が必要だということですって書いてました。まあ、現在危ないミサイルをおもちゃのようにもてあそぶ刈り上げ将軍が暴れ回る北朝鮮と、我が国が国交樹立するメリットがありますか。
国益を損ねるどころか日本が世界の笑いもんになります。国交樹立以前に琉球湖ピースネットの皆さんが北朝鮮に行って自らが北朝鮮政府にミサイルを飛ばすなと折衝するのが、筋ではないですか。何でもかんでも政府の責任転嫁しても何の解決にもなりません。以前にも某牧田真紀氏&馬氏がネット配信で拉致被害者を北朝鮮へ返さなかったのは日本の外交の失敗とびっくり仰天発言。まあ、北朝鮮にシンパシーを感じる人たちは北朝鮮を中心に考え我が国の国益など微塵も考えない思考には呆れるばかりでございます。そして沖縄平和運動センターの某氏は北朝鮮の刈り上げ将軍の生誕祭に堂々と参加して万世、これではお話になりません。北朝鮮応援団の皆さん、まずは政府を批判する前に自らが北朝鮮に行って北朝鮮政府とミサイル飛ばすな、核を作るなと交渉してきてください。心よりお願いを申し上げます。リクエスト、宮古晴美さんの北の宿からの冒頭部分、あなた変わりはないですか。毎日寒さが募ります。着てはもらえぬセーターを、寒さこらえて編んでますを、北海道出身のお笑いコーディネーターの梅枝さんの歌でウトピッカ笑いをしながら歌ってください。ちょっと歌詞長すぎて覚えられないです歌詞渡しましょうねということで、あのオフィスさんから来ております。さて梅原さん、どうします。あ、ちょっと、はい、この北の宿から、あの、あ、大丈夫、冒頭部分ですね、はい、エコーかけますんで、はい、はい、どうぞ。HK さん変わりはないですか。日ごと寒さが募っております。あの、早く番組に戻ってきてまた放送事故を起こしてください。以上、 HK の宿からでした。シーンということで、オフィスさんこれで勘弁してやってください。はい、ということで、ちょっとね、あの、今日はもう大山さん来てますんでまたビシビシ話をお伺いしますけど、はい、あの、今日恩納村の沖合に大きな、あの、船が来てるっていうことで私の友人からびっくりして連絡があったんですけど、はい、これは一体何なんですかね。実はですね、はい、今回、はい、防災訓練をやる予定です。統合幕僚監部という、まあ、陸海空を束ねるところの自衛隊が、あの、29年度離島統合防災訓練、つまり、離島のですね、防災をちゃんとやりましょうという訓練を、先ほどからずっと訓練大事って言ってたんですけど、今回についてはその防災訓練を開くことになりました。はい、で、その中では、沖縄本島北西沖地震が発生をいたしまして、まあ、情報伝達とかですね、救出とかで避難住民消防車の輸送、あとは炊き出し訓練までやるといったようなところが計画をされております。はい、でやっぱりその本番はですね、あの、訓練やってからこそのこの力が出るところ、これは東日本でも熊本でもそうでしたので、うん、ぜひともこれをやってですね、自治体の意識とかも上げていただきたいなというところであります。なんと自衛隊参加部隊数人数530名、お、結構多いですね。航空機10機で艦艇が1、車両が約40というところがありますので、非常にまあ大掛かりなところであります。特にあの護衛艦伊勢というものがですね、伊勢、入っておりまして、はい、まあ、ちょっと今日本当は来るときに写真を、今那覇の進行ですかね、埠頭の方に入っておりまして、写真撮ろうと思ったらこう暗くて撮れなかったんですけども、あのヘリコプターが着艦できるものであります。僕もあのこのヘリコプター、あー、この大型の護衛艦には一応着艦資格を持っておりまして、何回か着艦を防災訓練でやったんですけども、まあ、あの、そういった防災訓練が9月2日の日に、沖縄県で、まあ、自衛隊が主導で、もちろん関係自治体も参加をするというところはありますけども、確か恩納村と伊是名だったと思うんですけど、あと沖縄、あの、恩納村沖でヘリの離発着とかをやるということを伺っております。
ありがとうございます。実は今日の朝、はい、私の友人から恩納村の沖合でですね、大きな船が止まってヘリが離発着していると、はい、何か起きたんじゃないかって心配して連絡があったんですよね。でみんなに問い合わせると、まあ、大山さんから実はっていうことで今日教えていただいて、それ転送したらすごいやっぱり安心していたんですよ。そう、タイミングはタイミングなだけにですね、はい、ちょっとそう思ったらしいです。何かあったのかと、はい、すごい騒がしいですよっていうことね。だってこの伊勢っていうのは、私前に日向は乗ったことあるんですよ。2度ほど見学させていただいたんですけど、日向でもかなり大きいんですけど、伊勢は確か甲板の長さが250メーターぐらいあったんじゃないですか、海浦さん。あ、自分ちょっと乗ったことがないのでわからないんですけども、うん、250メートルあればヘリとかもう離着陸するには十分な長さですよね。いや、もうゼロ戦だったら十分、うん、飛べますね、まあ、旧海軍の航空母艦の長さがだいたいそのぐらいだったっていうんですけど、まあ、これは大山さん、航空母艦ではなくてヘリ搭載型護衛艦ですよね。そうですね、はい、護衛艦ですよね。護衛艦ですよ。ズケちゃん護衛艦ですからね、はい、空母じゃないです。空母じゃないですか。空母じゃないです。全然護衛艦ですからね、皆さん、はいはい、何か左の人たちに聞かれたら口を揃えてヘリ搭載型護衛艦ということでビシッと答えてくださいね、ズケちゃんね、はいはい、発表してから空母で何が悪いって言っちゃダメですよね。F35B は止められるんですかねと。あまり固いこと聞かないでくださいね、はいはい、でも日向の甲板は耐熱鋼板でしたよ。はい、なんかすごいこういった大きな甲板っていうのはツルツルしてないんですよ。ザラザラ、サメの肌ではなくてもっと粗いザラザラしてるんですよね。そうです、はい、なんかちっちゃい石の上から塗料を貼ったような感じですね。そう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 、はい、あれでしたよ。もっとなんかガツガツ粗かったですね。いや、これ転んだら怪我するんじゃないかっていうぐらい。そうですね、なんか、はい、ちょっと、やっぱ大根おろしとまでは、おろし金とは言いませんけど、はい、結構粒も僕は1ミリ、2ミリぐらいはあるような感じのところですね、はいはい、ただまあ、一回航海出てしまうと、まあ、どれぐらい行くのかはちょっとあれ言えないですけども、やっぱりその中でいる隊員のストレスとかですね、なるとやはり非常にきついものがあると。きつい。なので、まあ、ちょっと甲板の上で走ろうとか、はい、そういう時間を決めて走ったりとか、あとは夜勤の人は昼寝てるので、またその辺がやっぱりこのバランスとかが大変とかいうのがあるみたいですね、はい、そうですね、うん、一つの船大体500人ぐらいの乗員が乗ってますからね。アメリカの空母になると5000人ぐらい乗ってますけど、だから空母じゃないんですよ、ヘリ搭載型護衛艦で。はい、海上自衛隊に空母はございませんので。ないです、ないです、ね、はい、でも降りたことあるんですね。ありますね、はい、石垣沖の美ら島です。去年の美ら島レスキュー、私、はい、だったと思います。降りました、はい、石垣で。おお、やっぱり着艦というのは難しいんですかね。そうですね、やはり波があったりとかするとですね、難しいところがありますので。そうですよね、はい。でも昔の、ね、帝国海軍の、まあ、ゼロ戦乗りなんかは揺れる船の上から発艦とか着艦してたんですからね。そうですね、すごいですね、それ考えると、まあ、でも今でもやっぱり十分難しい、特殊な技術、やっぱり難しい、やっぱ、なので着艦資格という別の資格は、あ、別なんですか、自衛隊ではありますので。へえ、陸上とは全くまた違う資格になっちゃうわけなんですね。いやいや、まさかそういうものを持っているとは全く思わなかったですね、まあ、でも大山さん、今後やっぱりどんどん有事の際の訓練も那覇市とかでは率先してやっぱりやるべきだと思いますよ。だって県都ですから。そうですね、はい、ただ、9月のですね、すいません、日にち12だった、今回の那覇市の防災訓練は役所の人がすごい頑張ってるんですよ。お、役所の人はですよ、役所の人は、はい、防災課の人はすごい頑張ってて、で僕もいろいろ防災にやっぱそれで政治出たもんですから、いろんな各所行った時に、いや那覇市 その防災をやる人はこのやる気だよって言って、今回はこう体験型をうまく使いたいと、
で、まあ、陸海空も海保とはもちろん警察消防も含めてもうその市民が体験できるような工夫した防災訓練をやりたいということがありますのでぜひともですね情報が入ったら皆様のお手元に届けたいといったところでございます。そうですね、はい。まあ、どんな訓練かというのはやっぱり興味のある方もいるし参加できるんだったら参加してみたいという人もいるはずですからね。そうですね、はい、こういった訓練もやっぱり市民の参加型にするといいでしょうね。そうですね、やっぱり、うん、一番大事なのはそのもちろん役所の人もやるのも大事なんですけど一番は市民に理解をしてもらうというのが一番大事なところなので、あれですよ、炊き出しやってるのは炊き出し食べに行くだけでもいいです。そのついでに隣のブースも見てみようとかあこういうものがあるんだと言って、ね、例えば今回についてはやっぱり市町村の失敗したところっていうのは J アラートっていうのに先に行き過ぎてやっぱどういうふうな行動をしていいのかっていうのが全然議論がなかったためにでこういう時に出すんだよと。もちろん日本の東側に落ちたんですけどもその実は途中のブースターとかもですね見れば落ちる可能性は非常にあったといったところもありますので、先っぽだけじゃなくてその途中もありますのでそうであればやはりあの広い県を J アラート出さないといけなかったとかいうのもあります。でもしこれが出してなかった場合について誰かが怪我をしたとか建物壊れた場合は間違いなくなんで J アラートを出さなかったんだと多分言う人はいると思います。そうですね、まあ、今回の件でもどこぞの新聞の記者が、官房長官に向かってね北朝鮮の言うことを聞いた方がいいんじゃないのかということを質問したような人もいたみたいなんですけどねいやもう本当に本末転倒というか自分の国のことより北朝鮮のことを考えている人たちがいっぱいいるなと思ったらちょっと怖くなったりするんですけどね。で今、はい、またメッセージが届いております。こんばんは、はい、中佐ですと中佐来ましたね、来ましたね、はい、ボギー大佐、梅原さん、築山さん、そして、はい、大山隆夫先生こんばんは。こんばんは、はい、先日の北朝鮮のミサイル問題でアラートを聞いたけどどうしてよいかわからないという意見がたくさんありました。かなり古い動画ですけど冷戦時代にイギリスは国営放送でプロテクト&サービス、はい、サバイブですね、プロテクト&サバイブという動画を流していました。 YouTube でも検索すれば今でも見ることができます。プロテクト&サバイブ、そこには核攻撃を受けた際の対処法、シェルターを作るやり方や、遺体の処理の方法まで紹介する動画が、あります。現在の感覚でこの動画を見ると間違った対処法もあるようですけどやはり現在テロや北朝鮮などの脅威が現実にある以上政府は政府広報などでこういった動画を作成して国民に向け放送するのもいいのではないかと思った次第ですと。ただ日本の左巻きは大山先生が先ほど言われたようなミサイルが飛んできたという時に伏せるという基本的な動作そのものを嘲笑う連中がいる現状では難しいのかもしれません。皆さんはどうお考えですかということで、いや本当に貴重な意見を中佐ありがとうございます。しかしね本当に大山さん、はいはい、もう一度、この万が一、はい、この実際このミサイルが落ちてくる、はい、落ちてくるという、ね、アラートが鳴った時の対処法っていうのを県民にも分かりやすいようにもう一度お話しいただきたいと思います、はいはい、まず鳴った場合については、まあ、建物の中にいる方からまずはそのまま建物にいてください。まあ、ちょっと掘ったて小屋とは別ですけど頑丈なところだったら鉄筋コンクリートはそのままでいいです。で窓から離れてください、うん、お家だったらトイレとかお風呂のバスタブの中に入るとかそれでもいいと思います。そして今度は屋外にいる方特に今ドライバーの方も聞いてると思いますけどもドライバーの方については近くにトンネルとかもしそのあったらそこに逃げ込むなり車を止めて近くの大きい建物があったらその中に入ってください。もし周り何もないとなった場合についてはもう車を路肩に寄せて止めてまあ私だったらですけどね
後部座席 の, あの足の間に入って頭を何か押さえたりとかすると思います。で周りに建物がない場合についてはもうその場で伏せるとか隠れる、あとは土管だったり U 字工だったり岩の陰でもいいので、まあ、そういったところにまあ身を寄せるっていうのがまあいいと思いますね。特にまだまだ沖縄についてはビーチが10月いっぱいまでですね海開きしてますので、その時にまあしっかりと気をつけてほしいというものと、あとはパニックを起こさないでみんなで助け合うゆいまーるの精神で協力し合いながら助けていっていただきたいと思います。ありがとうございます。でもう一つ、大きな光とか、ね、音がした場合にはどうしたらいいですか。はい、その場合についてはまず伏せて、その爆風とか風が収まったら、まあ、それとは反対の方に逃げてください。まずは体の面積を小さく、そして頭を守ったりすることがとっても大事です。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんかなり、まあ、勉強にはなったかと思います。今夜は元航空自衛官現那覇市議の大山隆夫さんをお招きしいろいろお話を伺いました。ということで今夜の